はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レックセンリン講師の雲野ですはい、森山です 今日はですね、あの、三連休の初日ということで、ちょっと台風が、あの、来ている、足元の悪い、もしかしたらもう雨が降ってる、あの、レクの、各本校、ないしは、これご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますが、今日このタイトル、運の森山トークセッション、試験に受かりやすい人、資格の将来性、将来性など、いろいろ話しますというテーマでお話をさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いよろしくお願いいたします。 今日あの、えー、前にあの、プレイ、あの、パネルを立てさせていただいて、えー、私たちの間にもちょっとあの、パネルを立てさせていただいていることから、あの、マイクをあ、ま、マスクを外してですね、お話をさせていただこうと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい はいえー、それではあの森山先生、あのき,き,ょきょうお話を、あそうですね<え>これから司法書士の勉強を始めようという方が多い、ユーチューブなんかでも、ね、たくさんあ今、ライブで聞いてくれてると思うんですけれども、これから始めようという方が、ね、司法書士って一体どういう資格なんだろうか、実務って一体どういうことをやるんだろう、特に今日運の先生がおりますから、もう実際、実務で、ね、毎日走り回っていると思いますので、今の現状というところを本音でお話をしていただければと思いますね。それかから試験に合格するための方法だと 司法書士の試験ってこんな試験ですよとこういうスケジュールで勉強するといいですよみたいなことについてもお話をしていきたいと思いますまず皆さんが興味あるのは実務だと思いますから司法書士って一体何やるんですか はい、えー、司法書士、ね、あの、えー、図書館にいる人じゃないですよ。すね、あれは師匠さんですからね。<laughs> あの、よく間違えられますよね。えー、そうですね。えー、あの、司法書士、えー、これはあの、登記の専門家と言われている、うん、まあ、あの、法律家なんですけれども、えー、皆さん登記と言われて、まあピンとこない方も、まあ、いらっしゃるかもしれないんですが、ね、森山先生、不動産登記と商業登記、ね。はい、ねえ二、ー、種類の登記、えー、制度が、うん、まあ、大きな、その他にもあるんですが、えー、その登記制度があるのですが、えー まあ、わかりやすいのはあれですね、えー、不動産の売買をしたような場合に、名義を、その不動産の所有者が誰なのかということを、不動産登記に、まあ、名前を公示すると。で、その、所有者が変わったときに、えー、勝手に不動産の名義って変わらないんですね。で、我々司法書士がそれを、名義を変更する、えお手伝いをさせていただくと。でも、本当にあの、この不動産は誰の所有物なんだっていうことを、こう、見るために、 えー、不動産登記制度というのがあるんですがそれはもう私たち、司法書士が名義を変えるためのお手伝いをしないと、まあ、現状、登記名義は変わらないというような、ねえー、ことになっております、はい、でその登記申請をすすするわけででねねそうですねそ本人がするあの場合もあります。 本人がする場合はね、あのまあ、ないということ、あるはあるんですけれども、例えば皆さん、現金で不動産買わないんですよねで、ローンを組んで,であの、銀行から住宅ローンとしてお金を借りて、そしてあのそのお不動産を買っていく、そうするともう銀行さんが、えー、まず司法書士さんを入れて、不動産の売買、立ち会ってもらってで、名義を変えるまでの一連の流れを司法書士さんに任せないと、えー、銀行さんは実際には飼い主さんにお金貸してくれないので、 まあ、あの不動産の売買だったらまず使用書士が、まあ、現状は現金決済でもない限り。えー まあ代理人となっていくのが一般的ですね売り主さんから飼い主さんに名義へ移ることを前提にお金を渡すわけですから、そこで確実に登記申請をしてもらうための司法書士の間にこう銀行なんかで立ち会いって形でこう形、ね、ですねだから私たち司法書士が OK を出さないと、実は、えー、銀行側から飼い主さんに融資が実行されて、えー、そして飼い主さんから売り主さんにお金が支払われるということは、全部司法書士が OK を出していくことによってスタートしていく。うん、これは我々の業界 は、今回の業界では、えー、決済業務なんていうふうに呼んでるんですけれども、まあ、もしくは立ち会い業務ですね、でえー、この召、ま、喚、あ、集が日本から、まあ、変わることはちょっと将来的にないかなと思いますので、うんえー、使用書士の、えー、仕事がです、ね、この不動産登記絡みで、まあ、廃れるということは、えー、正直、私たちは全く心配はしていないなですね不動産の名義が変わる局面として、まあ、その売り主さんから買い主さんに。 あの所有権が移転すると、まあ、土地を売り買いしたってこともありますが、相続っていうのはありますよ、ね、そうですね、ええ、相続、あのまあ、皆さんもご存知かもしれませんが、森山先生、あのうんね、改正ですよ、改正。そうですね、<laughs> 先生改正の情報、ちょっとぜひ先生の口から <laughs> 言っていただき、あのー、今度相、相続登記、これが、まあ、今お話しした通り、<laughs> まり、不動産については法務局に登記がされていて、まあ、その登記というものが、ですねはいなんか指示が。はい 登記、はいえー、がされていて、まあ、その登記、まあ、例えば A さんであれば A さんのものですよって登記はされておりますが、これが相続登記がされないでほったらかしになっているものが非常に多いわけですよね、なんか一説によると、九州の大きさ分だけ登記がほっとかれてで、それがもう何代にもわたってほっとかれると、まあ、誰のものか分からなくなって、まあ、所有者不明土地ということになっちゃうと。で あの大震災、まあ、東北の震災東日本の震災なんかで復興しようと思ったらもう誰の土地かわからないのが多く出てきて復興の妨げになったということもあって今度、改正で相続登記は義務化しようということで動いているわけですよね。 そうですねあの相続登記の義務化の改正は令和6年の春に施行されますね、うんはい、でもう過去の相続分についてもさかのぼって適用されるので、例えばあの戦争に行かれて亡くなられたひいおじいちゃんの登記、うん、実は不動産の名義がひいおじいちゃん名義のままだったみたいな、はいはい、<laughs> っていうようなあの不動産に関しても、うんえー、令和6年の4月1日から3年以内に登記をしないとな と10万円以下の過量の制裁罰金ではないですから、前科とかにはならないんですが、うん、ただ、行政側はかなりしっかり取ろうっていう動きだしそうなので、そうなってくると、今まで、ね、相続登記は義務じゃないからって言って、やってこられなかった方たちが、うん、えやっぱり焦ってこられるのは、これはもう、あのー、間違いないなっていう形なんですよね、ね、うん、今までずっとほっとかれたものが、全部義務化ですよね。とうことは急にこう登記が増えるんじゃないですか、これから。もうこの3年 年間だ令和6年から令和9年までは、もしかしたら、司法書士にとっては、人様のねお亡くな,なられたあの相続で、いや、フィーバーだわとかっていうのは、ちょっと、ちょっとね、品位がないかなと思うんですが、ただ、現実問題としても、ことしからもう実際に件数増えてきてるんで、実務でも、相当問い合わせと、そして私たちの仕事に対する需要っていうのが増えてくると思います。はいうん ね、相続登記って難しいんですか相続登記は難しいですね、いや、うん、特にあのもちろん母、母一人、奥さん一人、子供さん一人とかで、うんね、特にあのお離婚だ、養子縁組だ、されてらっしゃらずに、ずっと生まれてから同じ本籍地にいらっしゃったっていう方であれば、そのほど難しくないんですけど、中にはやっぱりね、 罰を消すために罰位置を消すための方法っていうんで離婚の度ごとに転籍を繰り返す方とかっていらっしゃるんですね、うん、そうすると、うん、あの生まれてから死ぬまでの、ね、一かお一人の方の戸籍がもう10つを超えてしまうというようなことも少なくなくてですね、うん、でもちろんその例えば、えー、別にその罰を消すためじゃなくても子、ねえー、だくさんでいらっしゃったりとか隠し声をいらっしゃったりだとか、ね、あのそういったようなことだと本当にかなり戸籍を追っかけるの大変。 相続登記が一人でできるようになったら司法書士として一人前だと言われるぐらいなのでん、まあ、なかなかあの一般の方が、えー、ちょっとあの調べてやってみようというのは難しいかなとあのまあ、相続人に しっかりとこう登記をしなければいけないので相続人を確定するために戸籍を集めなければいけないんですよね。で私もあのお客さんと話してて先生戸籍1通取るのに費を先生に払うんですかと戸籍はじゃあ自分で集めてからお願いしに来ますと言ってちゃんと集めてきたことはないですね。ないですね最初もう <laughs> 1>, あの1通だけ持ってきてこれじゃ足らないんですよとえこの転籍って書いてあるからこの前の戸籍もいるしそのもっと遡って子供の頃まで遡らんないといけないですよっていう話をし,てしたらあもう無理ですっていう話は多かったですね。 ね、もう全国の役所にねあの、まあ、もちろん行けるところに関しては、うん、実際行きますけど、もう郵送申請して、えー、でそれ戻ってきて、でまたつながってなくて、またあのお願いしてなんていう、で今あの、本当に90以上とかで大往生されたご、うん、年配の方なんかは、本当、あの今、私が抱えてるのは、もちょラ,オラオスで生まれた、あの戦前に、ラオスの日本総領事館で、うん、あの出生届けされて、それが日本にこう、ね、連絡が来てとかっていう、でそこは つながらなくてって、今、もうつながらないところをなんとかしなきゃいけないっていうので、今、ちょっと格闘してる件があるんですけど、満州で生まれたとか、台湾で生まれたとかもう本当にあの大変です、だからなかなかの相続登記義務化、じゃあ自分でやればいいじゃんっていうわけにはいかないそうですねで戸籍をね、さると、今度はまず、私、一番最初、実務出て、法律の知識じゃなくて、戸籍は読めないんですよね、なんか達筆すぎて、え。ー でも最近あのいいソフトがあのあの戸籍の達筆を翻訳してくれるソフトできたんですよ。翻訳してくれてその達筆あの、まあ、達筆という名の悪質ですよねあれ,、えー、あれを翻訳してくれるソフトにこうあのかざすとちゃんとこうあの翻訳されるとかいうもうです、うん、<laughs> でもそういう、えー、ねあのことをやりながら、まあ、相続登記と今、まあ、日々は私はの実務でもやってますけれども、うん、まあそれがねあの令和ロー 令和6年か、うん、6年からあの義務化されるということでえ、うんね、そういった意味で、あの我々司法書士にとっては1つのまあ、チャンスではあるかなと思ってるんですよね。はい、で、あのー、この動きっていうのはもう、実は今年の頭ぐらいから、もうあの意識高い系の地主さんなどがもうすでに、うん。 あの、相続登記義務化されるって聞いたから、どうせやんなきゃいけないんだったら早く頼んじゃおうかなっていうような形で、もう今年ぐらいからもう、あの、実際の需要っていうのはもう増えてきてますので、はいえー、そういった意味で、令和6、7、8、 までの3年間、まあ、もちろんその後の生じる相続についても結局ずっと義務化ですから、司法書士にとってはすごくいいチャンスが、ねはい、到来するんじゃないかと思ってます、で景気に関係ないですからね、うん、ねあの景気が、まあ、今、あの不動産は好景気であるんですが、まあ、このあと、ね、この円安がどんどん進んでいくと、こう日本の経済、大丈夫かなっていう面は確かに皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど、うん、相続って残念ながらというか、景気と関係 ないので、うんうん、そういった意味でのすごくう今、チャンスを迎えてるなという気はいたします、あんまり知られてないんですけ、ね、れてないんですが、今年あの司法書士の試験の受験者が増えましたけれども、うん、そういうのもちゃんと受験生の方見て見てるんじゃない、まあうん、見る人は見てるんじゃないかな、ね、と思うんですよね、なんか知ってる方にとっては、あの将来性をやっぱり早くからねあの、キャッチされていらっしゃる、ね、うん、だから、その知らない方にもっと知ってほしいですよね。もうあのよく AI が発達したから少々、仕事なくなるだろうみたいな話もありますけれどもまあ今の話聞くとのも決済行かなきゃいけないしそういうのもやらなきゃいけないし全然そういうことはなさそうですね逆にソフト使って読めてありがたいという感じであそうなんで、ね、あの AI で消える仕事とかって、ねうん、いうようなことを心配されるやっぱり 受験しようかどうしようかという時に、えー、司法書士 AI で消えちゃうって聞いたんですけどっていうようなことはよく聞くんですけど、森山先生はど,どうやって答えてます、それに対して。なそういうことは、まあ、もちろん10年後、20年後どうなるかなんて、どんな業界だってわからないですけれども、まあ、ただわからないでいうと、もう全然そんなことはな,な,ないですよね、むしろあの、本当に人間対人間の仕事が多いですから、AI にとって変わるってことは、まあ。 アメリカの研究で AI に絶対奪われない仕事のナンバーワンという保育士さんなんですってあ,<ー>あと教師なんですってなるほど人を見る仕事人と対峙する仕事っていうのは結局、えー、言葉の機微目の動き言動とかっていうのは、えー、AI ではつかめないでそう言われるとあ私たちが先ほど言ったの不動産決済で一番大事にするのって、えー、その 売り主が本物か、うん、そして、ね、売り主に本当に売却の意思があるのか、はい、そしてあのこの売り主が、えー、ね嘘を言ってないかっていうことを、うん、あの私たちが担保して、えーまあ、先ほどの代金のゴーサインを出す、うんで、人を相手にする仕事だっていうことを考えたら、これは機械には取って変わらないだろうなっていうのは、本当に思いますねだからそのイメージでいうと、使用書士っていうのは、書類を作ってるだけみたいなイメージがありますけど、うん、そんなことは全然ないってことですよね。 そね相手にする仕事だなってもう本当に日々思いますね。相談業務もね含めてですけどね。 で、そんな感じで不動産ときやってますけど、もう一つさっき商業登記って話がありましたけど、それはどんな感じですか商業登記、あの、いわゆる皆さんがイメージするとこの会社の登記ですよね。うん、で、株式会社、ね、合名会社、合資会社、合同会社、日本には今、まあ、4種類の会社形態があるんですが、すべてあの、うん、か、会社はあの、商業登記に登記しないと、えー、設立の効力が発生しませんから、うん、でその設立登記を代理人として申請できるのは、まあ、我々司法書士、まあ、もちろん弁護士さんはできるんですけども、た 投機、えー、の専門家である法書士が一番あのやっぱ近いですよね、うん、で,ですからあの商業投機に関しても、例えば不景気になると商業投機が強いっていう話、いわゆる合併だとか企業再編などの M&A をやって生き残りをかけていこうなんていうふうに考える企業が多くなってくると、M&A、えー、まあ M A まあ、合併、会社分割なんかをやるには、私たちが必ず最後に投機していかなきゃいけないので、うん、でそういったあの需要はあの不景気には強いよっていうね。 好景気だと不動産が動き、うん、不景気になれば、あの、なったで商業の方が動く、ね、うん、なんていうようなことをね、よく聞くんですけれども、だから、あの、商業登記専門でやってらっしゃる事務所っていうのもありますよね。はいはい。ね。もう M&A 年間何百件やってますみたいな。うんで でやってるっていうと、なんか、まあ、最後、登記申請だけやってるのかって思っちゃう人もいるんですけど、むしろその,その前のね、うん、いわゆる合併の契約を締結するための、そのセッションからもう会社の中に入って、うん、1>, 1年がかりでその合併契約を締結させて、最後その手続きまで面倒見るというように、うん、かなりこう内部にあの、会社の内部に入ってやられる方もいらっしゃいますよね。 などの役員をあの務められているなんていう司法書士もおりますから、うん、まあ商業の業務が長じて、そういう社外役員を務めたり、顧問をしたり、ねえー、するなんていうことも、まああのえー、聞くことは結構ありますねこちら、将来性はどうですか将来性はあの、そうですねあの、やっぱり日本は、えー、実は95%以上もも。も 中小零細企業なので、私たちはやっぱりどうしても大企業の方ばっかりに目がいっちゃうんですけど、うん、でも実際にはほとんど中小零細企業なんで、その中小零細企業って社内に法務部とかないんですよね。うん、社内に法務部ないということはもう法律に詳しい人がやっぱり内部にいないね。だ、うん、からそういったところにもっともっとこう、顧問的な役割で、うん、うん、食い込んでいくことができれば、実はあの、ね先生もご存知だと思うあ、というかもうもちろんいろんなこと言ってらっしゃると思うんですが、ね、会社法の出題が一番国家試験で難しいのって司法書士ですよね。そうです ですよ、ね、<の>そう知られてないんですけど、うん、公認会計士の試験よりも税理士の試験、司法試験よりも司法書士の会場が一番難しいと思う、うんう。司法試験のね,ね先生も司法書士の問題見てこれ難しいわって言ってましたもんね。<laughs> ね、まあ論文がないから、うん、その卓逸だけっていう違いはあるんですけど、ゼ。 大変難しいと思うんですよ。うん、で、それのをもっと活かして、なんかこう、ねえー、ちょっとあの困ったことがあったら駆け込んでもらうような本当そういうね、あの中小零細企業にとっての顧問内社相談先としてのまあ信用書士っていうのがね、もうもうちょっと認知されてってもいいんじゃないかなと。そうですね。ねだそこどうできるかっていうのがこれから実も運営するにあたって大事かなと思いますよね。あの最後のトークだけじゃなくて、やっぱり本当に私もそうですけれども、一般のこう ちっちゃな、まあ、お父さんだけがやっているような会社とかと付き合うと何も法律のこと分かってないですからもう、えー、社長、今年任期ですよっていうところから始まって全部教えてあげるとでそれでも頼りにしてもらうってところでこう信用を得てやっっててければって感じですよねいやもう本当に中小企業とかだとも、まあまあ、ずさんなあの状態になっちゃってる会社も少なくないので。うん、今あの でえー、商業登記申請の際には株主総会を開いた際には株主リストっていうその会社の株主さんが何株持ってるかっていうリストを、えーえー、商業登記申請の際に法務局に提出しなきゃいけないじゃないですか、はい、でもこの株主リストあの社長株主リストをあの作りましょうよ、ね、作るのに当たって株主さん今誰なのか教えてくださいって言ってもは株主 <laughs> 株主あお俺だよいやいや分かるもん、うん、じゃ,じゃ社長何株持ってらっしゃいますかいやだからって。 全部だよとね <laughs>、いや、ちょっと親父と袋を持ってたかなとかなんないうような感じで、うん、その株主さんが今、一体どこにいる誰で何株持ってたかなんていうのも分からないなんて社長さんも少なくないので、もう中小企業の社長さんなんかから依頼を受けて、お本当に話してると、うわ、これ、よく今までね、何事もなく <laughs> あのやってこられたななんて思うことがね、少なくないんですけどね、だからそういうところに、その式が弁護士さんほど私たち高くない。 ちょっと,こう、ね、ちょっとこう質問できるような、ね、あの形で関わって別にその顧問料とか言って毎月いくらとかっていう、うん、そ,そこまで言わなくてもなんかもっともっとこう利用していただけるような存在になってい、えー、きたいなとは、ね、個人的には思ってます、うん、これからあれです、ね、事務所を作ろうと思う方はそのもちろん会社法の知識だとかはもうしっかり勉強してもらうにしろもう一つ大事なのはその相談できるようなこう。うん 人柄というかう大事ですよら本当にふらっと立ち寄って、ねうん、あの相談できるような、ね、そういったようなあの事務所にが、ね、もっともっと増えてもらってもいいのかなと、うん、で本当、商業専門の事務所って実は少ないんですよ、東京都内でもあの本当に数えるほどしかな,なくて、ですねでむしろその商業登記専門の,あの事務所だと、逆に。 に上場企業を相手にしているはい、はい、ところが多くてですね。もう本当に。えー、需要自体は絶対あると思うので。うんえー、まあ、不動産登記。か商業登記かって、別にどっちかに、あの、うん、ふれ、ね、あの。割り振る必要はないと思う、あの、バランスよくやればいいんですけど。でも、もともと商業専門の、あの、事務所が増えていっても。絶対、あの、需要っつうのはあると思いますよ。<あ>商業初期ってね、難しいんですよ。うん、あの、実務出て、まあ、受験生の方は勉強しますけど。あの、二極化。 されますよね。勉強してる方と、もう惰性でやってる方、そうそう惰性でやってると、だんだん商業登記って難しいし、改正もあるし、だんだんこう分かんなくなってやんなくなる方もいて、やっぱりそこをしっかり実務出てからも。 書籍を買ったり、研修したりして、勉強してる方って、やっぱり成功しますよね、その商業時やって本当にあの、ねうん、改正がね、多いですからね、会社法はね、うん、そこのところの,あのちゃんとこうバージョンアップしてる使用書士はやっぱり強いと思います、えー、そこは。この間の令和3年の会社法改正なんかでも、うん、もうかなりドロップアップとしてる使用書士が実務でもおりますそうです、ね <laughs> ね、もうあそこのところなんか、本当できる、この間のいわゆる 令和3年の会社法改正の,あの、うん、取締役の報酬としての募集株式発行、私にちょっと意見、今、受任してるのがあるんですけど<ー>あの、たらい回しにされた挙句の果て、あのうん、こっちにあの依頼来たっていう、まあ、どの省庁からも断られてしまった、でも、もったいないなと思って、まあうん、私自身があのそのあの楽勝でできるようなあの仕事じゃなくて、本当に私も今、うん、大変あの苦労してるんですけど、でもね、えー そんなに至らいましにされちゃうってことは、あの需要はあるのに、もっったいいいななていうそうだから受験生の方から、うん、本当に少々しでやっていけるんですかみたいな質問がありますけれども、うん、ちゃんと勉強をやってる方って、やっぱりどんどん仕事来ますね。 本当に。うん、で、ねまあ、今、諸行の話もしましたけど、ええ、貢献のね、あの業務に関して言えば、うん、まあ、それこそ高齢化社会は絶対に、こう、ね、これから、あの、改善することはないじゃないですか。<laughs> なので、うん、高齢化社会といったらやっぱり認知症の、ね、方等の財産管理等の話。 ですとかそういったことを考えると、公、ま、権、あ、業務に関しても、これも先細りするってことはまあ考えにくいので、正直、あのなんで皆さん、使用者の将来性にあんまり気がつかないんだろうって、逆に思いますけどね、まだ、ね、の不動産と商業投機のほかに、公権業務が、ね、あり<ー>まあ,あの成年公権業務が使いづらいなんていう、この間もヤフーニュースなんかで出ていまして、公権、えー、業務の使いづらさを、まあ、近,年あの近々、民法改正で、うん、もうちょっと成年公権業務 使いやすくしようなんていうそういう改正案があの今ちょっと予定されてはいるんですけど、もちろんそういう使いづらさがあるということも前提とした上ででも、まあ青年後見人の担い手として今侍業の中で一番あの数を占めてるのは司法書士なので、はいえー、そこのところはやっぱり第一人者としてのね、うん、司法書士、えー、としてもっともっとこれからや,やっぱりあのこの点に関しても伸びてってほしいなと。うん、そうですね。受験生がよく聞かれるのがあの。 社会福祉やってる方とか、会議やってる方であの、貢献の仕事したいです、資格取りたいですって来てくれる方も一定数いますね、だからまあ、成年貢献イコール、まあ、使用書士っていうのも認知されてるのかなって、ある程度は思いますけどね。 社会福祉士さんとかね、あの、うん、えー、プラス司法書士持ってたら最強ですね。最強ですね。最強ですね。うん、もう、その点、やっぱり私も、まあ、今、ちょっと今は私はやってないんですが、あの、かつてやってた時に、やっぱりケアマネージャーさんですとか、社会福祉士さんとかお話しする機会があると、うん、私も介護の知識がな,ないので、うん、介護と、あとはその認知症をはじめとした、その、精神疾患の、まあ、の方とかと、やっぱり対峙するにあたって、基礎的な知識がないので、うん、そこの点については、 本当にあの自分の,あの至らなさというか、あこれ、うん、もっと知ってたらいろいろ別な、ね、あのサポートができたんじゃないかって思ったことありますからもうそういった意味ではあのー、そういう資格を、ね、持っていらっしゃる方には、うんうん、ぜひ、あのー、この使用者市業界に飛び込んできてほしいなと、ね、思いますね。で えーまあ、もちろん、専念貢献だけがゴールではなくて今は自分がボケる前に自分がボケた後の自分の財産を、えー、管理してもらうためにあらかじめ頭がしっかりしている時に例えば司法書士なら司法書士と任意貢献契約っていうですねあ,のあらかじめ、えー、自分の財産をどういうふうに使ってほしい。 ということをもう信頼できる司法書士なんかと契約しておくってこともあのできる制度があるんですが、この任意貢献制度も去年、本当に史上最高の利用件数だったそうで、その任意貢献人となったのやっぱりトップ3は、1位がやはりあの司法書士で、2位が弁護士さん。 でえーあのー、3位があのちょっと分かれて、えー、と3位がなんだったかな、あのー、3位があの民前院さんですとか、あのね、あ<ー>地域の名士の方だったらしいんですけど、そういったようなあのお結果も出ているので、ね、こういったあの、えー、法定貢献制度っていう、成年貢献以外の方法も、ね、私たち、多分ぶになっていけるんだろうなっていうふうには思いますね。 まあ、この青年後見に関しては、さっきの登記と違って、司法書士の資格がなきゃいけないわけじゃないんですよね。ただ、現実に司法書士の人がこう裁判所からね。 あの言われててやるととといいうここが多いってことですよねあの家族信託のよく聞きますけど家族信託も、民事信託とかいうあれですよね、公権、えー、制度も使いにくいっていうことを受けて、そのうん、もっと契約でもって自分の、ね、財産を、ねはいはい、どう使っていくかっていうのを、まあまあ、もちろん頭がしっかりしてるうちじゃないとできないんですけど、あの今、契約で。えーうん 自分の財産をもしくはあの高齢の両親がボケる前に、その高齢の両親が持っている、例えばあの投資物件とかを、息子さんに信託して、信じて託して、息子さんに賃貸経営をしてもらうっていうね、そういった使い方がねできますからね、使用者者はこの場合に、信託契約の作成っていう形で関わっていくっていうことになるんですけど、この信託契約というのが非常にあの専門知識がないと契約、ありとあらゆる場面は 想定して契約条項を起こしていかなきゃいけないので、すごくあ,のあ,のあ,の、まあ、ある意味、知識が、えーうん、必要になってくるで、一件の契約でかなりあの報酬も高いいただけるんですよ、<ー>なので、うん、民事信託を専門にしている司法書士も、まあ、最近す、すごく増えてきてますよね、<laughs> 増えてきてますよね。 難しいと思います私は一応しか言ったことないんですけども、うん、あの結局、どういうふうにこの、う私が頼まれたのはあの、えー、ちょっとぎりぎりのところで言いますが、ねあのあの、知的障害があるお子さんに対して、ご両親が、うん、なんとかこの自分のお子さんがあの生涯あの、お金に困らずにあのあの生活していってほしいということで、ご両親が。 この息子さんのために、えー、マンションですとか投資用物件をたくさんこう取得して、うん、でそのあ収益だけで息子さんが自由にこのあと自分たちが亡きとあと生活できるようにっていうあのスキームを作りたいっていうふうに来られて、うん、でそのためにはただし息子さん知的障害があって結局、その収益が息子さんのところに入ったとしても,も悪い大人に騙されたりとか、うん、で自分で散財しちゃったりとかで売却しちゃったり騙されて不動産取られちゃったりはい、はい、でその時でもう両親がいない。路頭に迷うのを あんたか防いであげたいそのためにどうすればいいかって言われてでその息子さんのために信頼できる不動産管理会社に、うんえー、その不動産収益不動産をあの管理してもらってでその収入をただ息子さんにいっぱいこう収益を与えてしまうと息子さん使っちゃう恐れがあるのであの複数の口座に。 月何万ずつだけ配当するっていう形で,で、そのほかは財形としてあの息子さん,の,息子さんの,あの財産として貯蓄するような、そういう将来、何十年にわたって、うん、自分たちがいなくなった後のことのスキームをあの契約してくれ、契約書を起こしてくれって言われて、いやもう、あれは本当にもう、半年かかりましたね<ー>、半年、で信頼できる不動産会社はもちろん探すこと、それからそのご両親亡き後とのねことまで含て、 含めたい、うん、いろろあれは本当にあの、まあ、やりがいもありましたけれどもでも正直あのやってもやってもやっぱり心配でこれでいいのかなと思いながら、まあ、いろんな司法書士の,あの先輩とかに相談してようやく形になった時にはまあ,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 あよかったなと思ったんですけどでもそういう仕事をやっぱり専門にしてる司法書士は非常に今最近増えてきてますね。 なので、あの民事信託、家族信託の分野っていうのは、うん、一つの司法書士のまた新たな可能性だと思います。はい、でもね、ここ、こういうふうに話してると、あの、だから、私たち、まあ。 ああなたたちは講師だからねあのうん、受けてもらいたいんだろうっていうふうには思われるかもしれないんですけど、まあ、純粋にでも本当におススメなんですよね。オススメなんですよ本当に私お女子なんでみんなやらないんだろう <laughs> なんていうふうにやっぱり思ってはいるんですけど。なんか今の話聞くと青年貢献とか、うん、新拓とか全部なんか人の役に立ちそうな仕事ですけど、うん、ぶっちゃけどれが儲かりますか。うん、ぶ,ぶっちゃけ儲かる。儲かる話しますね。<laughs> いや,いや下手な話、まあ。儲かるっていうとねまあ儲かる。 やっぱ不動産登記、ね、は、うん、あのその不動産の価格に応じて報酬違うんですけど、うん、件数こなせるんですよ、1人の使用者が1日に4件、5件の,あの不動産登記、掛け持ちできるので、弁護士さんが1日4件、5件の法廷は掛け持ちできない<ー>で、1件当たりの,その成功報酬とか弁護士さんの費ではないんですけど、ただ、ね、掛け持ちできるんで、そこのところやっぱり大きいと思います。うんうん ね、なんか司法書士は本当にあのそういった意味では、あのえー、花より団子ですね、勝訴とかっていうようなね、うん、ああいう、ね、ニュースになるような裁判の,、ね、あの代理人になったりすることはできなくても、うんうん、地道にこう、ででもなんてううんでしょうね決済1件いくだけで、それなりにもらえますもんね。うん、もらえますもらえます、うん、もらえますし、今みたいに不動産がんがん動いてるときは、あの決済ヘルプなんて言って、決済人が足りない、うんまあ、司法書士しか行けませんから、決済1件あの代わりに。 一日ヒッターで行ってなんて言ってそれでも5万とか本当に1時間で5万とかっていう,ような報酬、うん、もらえたりしますからそういう意味ではあの、うん、その花々しいドラマのヒロインにはならないけれどもそれ4件か5件したら1日何十万か,は、ね、何十万かになりますからね、えー、もうそういった意味であの、ね、ぜひこうこう興味がある方にはチャレンジしてほしい、はい、ところがあれなんですよね。 合格率なんですよね。ね合格率なんですよね。うん、そうなんですよ。合格率が、<う>あの皆さんじゃ、うん、あ、興味が湧きましたって言って、えー、言ってくださるあの方に、そのほど、ど、どうした？なんて聞くと、いやでもいろいろ調べたら合格率が低いんで、ちょっとなえてしまいましたみたいなことをね、えー、言われてしまうんですよね。あの今ちょっと合格率の、はい、ええーね、まあ多少多少、はい、あ。 右側かな、今、最近、うん、多少増えてきてはい,、はい、いるのですがそれでも、ね、やはりあの侍業の国家試験の中では本当に1、2を争う低合格率。 2021年のデータを見ると合格率が5.1%といった形でだいぶ増えましたよでもね、そうですね昔は2.6%とかでしたからね、そう,そ,うそうです、そうです、森本先生の受けたころなんか2.8とか,とかす、ね、あなのであの、だいぶ増えてきてはいるんですけれども、うん、それでも、うん、あのやはり低い、ね、うん、そこで苗えてしまう,うこ<れ>方が。昔は 受験者がすごい多かったんですけど、合格者は少なかったじゃないですか、で今、受験者がまあ多少減ってきたとしても、合格者減らしてないんですよ、やっぱり仕事があるから、だから多少合格率が増えていて、受かりやすくはなってますよね、やっぱり2%台と5%台では、受かりやすさ違いますよね、違いますね、うん、もう本当に足りないんですよ、今、司法書士業界、人手不足で、うん、だからあの減らしてないんですよね、はい、減らしてないんですよ。だから本当にあの、えーえー 皆さん、チャレンジするなら今じゃないかなとただ、なめちゃいけないですよね、あの5%と2%台は難しさ違いますけど、あのただ2、2%台の難しさっていうのは、実力がついてからのくじ引きみたいなところがあって、で5%台であれば、難しさ変わらないけど、実力をつければ受かるといった感じにはなってますよね、だからそういう意味では受かりやすくなったっていうことはありますよね。 うん、今、あれですか、森山のクラスは、何歳ぐらいの方が受験生、多いですか30代、40代の方、多いですね、あとはやっぱり、ももっっと年配の方いいらっしゃいますね,そうですよね最近の,あの受験生の傾向って、なんか高年齢化してませんか、うん、そうですね、あの私がじゅ合格したのが1999年ですから、もう20年以上前ですかね、でそこから、まあ、その時は確か合格者の平均年齢って20代だったんですよ。 でそこから私が20年経つにつれて合格者もどんどんあの年齢増えて今、私に追いついてきますね、40代ですもんね、今ね。ああ皆さん働きながらでですすよねねそうですねだからそういう意味では昔はやっぱり選挙の方がやっぱ大学生とか多かったんですけど今、やっぱり時間のない中でみんなどうにか戦って合格していくって方が多いので、まあ、の仕事をしながらとか育児しながら介護しながら忙しいという方もぜひ諦めないで勉強をやっていただければいいかなと。で我々のの方もねあのその えー、ライフスタイルに応じた勉強法とか提案をしていきたいというふうに思いますしね。 そうですよね昔はもうほんとあの20代なので体力もある、ね、1日ぐらい寝なくたって死なないと、えー、記憶力もばっちり頭さえさえみたいな、えー、ねそういう方たちの間でしのぎを削る試験だったのが、うん、今はもう、ね、子育て、ね、会社では中間管理職、えー、えあの家庭では居場所がなくて <laughs> <laughs> 子供の教育費には下手すら自分の健康問題親の介護みたいな、ねうん、もうほんと30区、40区の受験生の方たちが多くなってきて。うん、だからあの,あの この間もなんか受験検討されている方に言われたのが、何ですか、この受験回数の多さはっていう、5回目以上、6回目以上だけで、なんかこう、30%、40%、ちょっとそんな、ねうん、長いこと勉強しなきゃ受からない試験なんですかって言われたんですけど。 どうですか、受験回数は、やっぱりでも、ちょっと最近、やっぱり長くなってるのは、でも、受験層が変わってきたからですよ、ね、そうですね、あの長くなってるから大変だっていうよりは、やっぱり、ちょっとずつ勉強して長くなってる方は多いですね。うん あと何でしょう時間かけられる時間がもともと課処分時間が少ない方が、うん、<laughs> あのだいぶ増えてきてるなっていうそうですね。だから例えば専業でやってる方とかある程度子供が学校行ってる間勉強できるって方は結構一回二回でやっぱり受かる方も多いのでそういう意味ではあのそんなに長くかかるというわけではなくやっぱりきちんと勉強すれば受かる試験だよくまあ先生も言いますけど努力すれば受かる試験だまあその努力が尋常じゃないんですけどもですからこの試験というのはまあ、誠実にやれば 受かるんですよね私なんか司法試験とか見てるとやっぱり論文書いたりだとか頭良くないと受からないって意味もあるなって思うんですけど少々して悪く言うと暗記じゃないですかですからま実務出て本当にこう実務ができるようなことを全部受験の段階で覚えていかなければいけないのでやっぱり実務が広い分覚えなければいけないことも多いんですけれどもそれを毎日毎日こうコツコツコツ,とコツコツと暗記をしていくっていう方がやっぱり受かりますからやっぱり誠実にやったかどうかですよね。 まあ、あのなので、逆にそういう受験生の就、えー、職率とか、まあ、兼業の方が増えてきてると、うん、あの専業でできるとか、まあ、もちろん仕事しててもある程度こう、 勉強時間取れる方、にはすごく有利になってきてますよね、昔はほとんど皆さん、右も左も専業受験生で、本当に1日普通に10時間以上勉強できる方がほとんどだったんですが、今、そんな皆さんが働きながらだから、平日だと本当、2時間、3時間という方が多い中、そこをちょっとでも時間のやりくりができるなんていうのは、多分プラスポイントになりますよねそうですね。 ちちょっっとこららをしてもらってもいいですか、うんはい、で試験が毎年7月に行われますね、えー、ですから、まあ、これから勉強するとなると2023年の7月はなかなか厳しいですよねだから2024年の7月を目指すことが一般的だというふうには思いますけれどもこの試験の難しさってとにかくこれなんですよ 科目が多いだから、覚えることが多いっていうことですね、で午前の部が2時間で択一が35問出題されて、まあ、午後も択一が35問出題されて、それからまあ期日が2台あると、こういうふうな構成になっておりますが、これ、11科目あるってことになると、やっぱり受験、覚えるのが大変ですよね。 十一科目は国家試験の中でもまあ多分一番おお多い部類に入るんじゃないですかね,あそうですねしかもあの、うん、積み重ねっていうか今年はこれ受かったから来年なしとか税理士とかと,と違いますからね、うん、持ち越せないんでそうなんですよねだからよく難しさっていうのがよくこう皿回しみたいな感じでこっちやったらこっち忘れてこっちやったらこっち忘れてとそういう難しさであって中身が難しいだとか頭よく良くなければ受からないということではなくやっぱり 効率的に勉強して全部頭に入れていくってそういうことをですよね、範囲が広いっていう難しさですよね。 大体あの、2024年の合格を目標とするんだと、もう今のこの秋から、えー、勉強を始めるっていうプランと、うん、来年の春から、ねえね、勉強を始めるっていうプランがあるんですけど、まずは民法から始まって、ね、次、うん、不動産登記法って、一、えー、科目勉強してる時には、その科目だけやってればいいんですが、次の科目に入ると、前の科目との関係性、どんどん忘れていくし。はいはいね どんどんこう新しい科目をやっていかなきゃいけない、ねでえー、最後にはそれをすべて覚えていられる状態に持っていかなきゃいけない、ね、うん、もうそういった意味ではあの本当にまあ過酷な試験ではあるのですけど、まあ、先ほど森山先生が言ったみたいにその、うん、天才じゃなきゃ受からない試験ではな多く、ねはい、の方がこの記述式も心配されますけどこれはあれですよね。あの論文を書くく試験ではなくて実際の 実務に出た時のさっき、海野先生が話された申請書、これを試験で書いてくる試験ですね、じゃあ、あなたがあ、はいはい、なのであの、あなたが司法書士になったつもりになって、あなたのいい事務所にこんな依頼人がやってきました、うん、で持ってきた別紙は1から、ね、5, 5までです,ですみたいな形で、ね、そうう10ページ以上にわたって資料があって、ね、戸籍があって、ええ、遺産分割協議書があって、何が起こったかを判断して、実際、実務のように申請書を作るわけですから。 これ論文と違って、新請書のひな形がありますよね、だそれを覚えてもらって、あとはその法律知識を講義でやったことをちゃんと理解した上で当てはめてで、回答を出すという作業ですので、これもそういう意味ではちゃんと勉強していればできる、まあ、ただ当日、ちょっとね、資料を読み取ったりするのは大変ですけどね。なのであのであ 文章のうまい下手を試す試験ではないですよね答えは必ず一つ,、はい、つなのでその一つにあのちゃんとたどり着けるかっていう試験なので、うん、あのそういった意味では司法試験なんかとはかなり違う、はい、っていうふうふの思っていただければいいのかなとあと司法書試験の特徴はあれですよ、ね、実務化登用試験ですよね実務化登用試験と言われるあの受かってからあの そのいわゆる他の先生の事務所で、えー、修行して独立開業していくってこ方は、まあ、確かに多くいらっしゃるんですけど、うん、基本的には受かったらすぐ独立開業できる、えー、資格っていうふうにあの思ってもらって大丈夫だと思います、もう受かるために、えー、必要な,あ受かるためない司法書士として活動するために必要な知識を全部受験時代に叩き込んで、うん、で試験に出てくるっていう、ね、でそういった意味では。あのまあ 10年以上のあの450代の方が、えー、第二の人生を考えた時に、うん、資本書士を取ろうというのはよくわかりますね。そうですね。あの例えば大学入試なんかだと世界史だとか英語とかやって法学部入っても全然その法学とは関係ないんですよね。だからまあ、ゼロから勉強しなければいけない。まあ あの資格試験によってもそういう試験って多くて受かってから研修をたくさんやりますみたいなのもありますけど少書士の場合にはとにかく不動産登記とか商業登記とか科目が多いのは実務でやることを全部試験で聞いてくるだから私も実務に出た,た時にもちろん、まあ、いろいろ実務じゃないと分からないこともありますがそれってもうすぐ身につくんですよねで基本的な知識っていうのは全部試験で学ぶって感じですねだからあの 試験でしっかり勉強すればその後の実務ってちょっと紙の書き方だとか委任状のもらい方だとかそういう実務的なことを覚えれば結構すぐ行けたりしますよね、あのすぐ開業する方も多いですよね即読ですよね、特にあの年配で受けられた方なんかは去年あの、69歳で私のクラスで受かった方が開業しましたって連絡が来てあの開業してましたね。 であの新人研修なんかもあの充実してますし、まあ、希望者には配属研修っていって、実際の事務所に、ねえー、配属してあのさせてもらって、毎日、あの実際の仕書して、えー、同じ仕事を実際の事務所で、えー、研修するってこともできるので。うんはい なのであのそういった意味ではあの、合格してから司法収集所に1年半でしたっけ、ね、1年半入って、うん、軒弁、磯弁でね、他の弁護士の先生の事務所に最低3年いないと、うんうん、開業できないっていうような弁護士さんとはちょっとまた、え全然違う思います私もそれで司法書士を受けたんですから、私、大学3年生の時に、もう就職活動、出遅れたんですよね、みんな。 なんかスーツ着てやってる中1人で酒飲んでたんで <laughs> あの遅れちゃったんですけどそして、じゃあ何やろうかなと思った時に、まあ、司法試験と司法試験ってまず考えるじゃないですかでも司法試験って予備校のパンフレット見たらまず予備校だけで2年かかるんですよその後司法収支が当時2年多分あってこれどう考えても 社会人になってから3年ぐらいかかるじゃないですか。で、司法書士のパンフレット見たら、もう翌年受かりますよと。で、受かったらすぐ開業できますよ。しかも当時、レックのパンフレット年収が何とかって書いてあって、でそれでこれしかないだろうと思って目指したのが最初ですからね。まあ、あの、だから本当に、 まあ今受験生の方って、偉くて、こういう将来性があるんですよねって来てくれますけど、私は本当にもうそれだけでやったので、まあ今は後悔してないし、これで良かったなと思うんですけど、本当に入り口はそんな感じでしたね、本当にいい資格ですよね、はい、じゃあ,あの、えー、森山先生から見た合格しやすい受,受験生の特徴。うん、そうですね、うん、今 話があって実務化登用試験じゃないですかで実務登用試験って実務家になることを聞くってことなんですけど実務家になるための知識を聞くってことは結局、暗記なんですよね例えば、思考回路を聞くっていうのではなくてこれ、印鑑証明書いりますかいりますよとかこれ、登録免許,免許税いくらですかいくらですよって、えー、だから、それをしっかり覚えた方っていうことは暗記できた方ですから受かる方っていうのは例えば講師が言ったことをしっかり今日中に覚えちゃう。 で逆にそれだけで覚えることが多いですからそれ以外のことに手を出さない、そんな方ですかね、だから講義を誠実に聞いてくれて、余計なことをやらない、で言ったことはやる、まあ、とにかく、まあ、素直な方ですね。はい、本当そうですねあの、うん だから逆にあのいろいろ自分にこだわりがあって、うんうん、自分のやり方に大を突き詰めようとされてしまう方は、残念ながら、あまり受からんないですよね,ですねで。例えば高校生とかそうですけど、うん、学校の先生の言うこと聞かないで、内職してるとか、有名な参考書をやるって方が結構まあ受かったりはするんですけど、司法書士の場合にはそういうタイプの人って、あまり受からないんですよ、ね、あだからあの、うん、大変申し訳ないんですけど、あの東大の方って、受からないんですよね、い <laughs> い <laughs> いや,いや,いやごめんななななさい私のの個人的な経験なのかもしれあですけど。

あのな,なんだろうなあの、すごくこだわりがつ、もう私が過去に受け持たせていただいたあの方だと、なんかこだわりが強くて、やっぱり自分の過去のこうやり方の価値パターンにどうしてもこ,こだわってしまう、うん、でこういうふうにやってくださいねって言っても、いや、でも、いや、でもっていう、その僕はこ,これで東大に受かったんで、自分のやり方をね、あの突き通しますみたいな、あじゃあど、どうぞ、どうぞっていう話でね、なかなかあの、えー、あのうまくいかなかった例が何、何件、も あでもね確かにそれはあってこの試験に受かる方っていうのはさっき言ったように頭いい方ではないで東大出た方もしっかり勉強しないとやっぱり受からない試験なんですよね頭がいいからちょっとひらめきで受かるみたいなタイプではなくてとにかくもう印鑑証明書いるいらないみたいなつまんないことを覚えられるかどうかなんですよ。 だから多分そういう方は試用試験の方が向いてるかもしれないですね。まあ努力した凡人が受かる最高の資格ですかね。えー、<laughs> 本当にあの求められてる能力はそ,そこじゃないと思うんですよね。うん、で、あのもうこんなことに短期で受かるための方法論っていうのはもう確立されてると思うので、うん、もうそれを私たちも全力で皆さんにこうあの伝達していくので、そこにいかにこう忠実に取、ねうん、ってってねもらえるかっていうことですよね。で,ねで今の話なんですけど、あの試用試験の田中先生が思う。 面白いこと言っててやっぱり求められる能力違うと、うん、司法書士の人ってすごい細かい知識を覚えなきゃいけないけれども司法試験やってる人って覚えてくんないらしいんですよ例えば司法試験やってて司法書士やる人も先生なんで印鑑証明書いるいらないとそんな覚えなきゃいけないんですかってななんか趣旨があるんですかって言うんですよねでもそれを覚えなきゃいけないじゃないですかだからやっぱりそういうのを覚えられる方司法書士だね<ー>逆に司法書士の人が今度司法試験を受けると論文に結論しか書いてくんないって言うんですよ <laughs> ちゃんとこう、理論立ててくれないと、結論知ってるから、そういう違いって、多分あるんですよね違う、求められてる能力が違う、あとはなんですかね、紛争法務とやっぱり予防法務の違いかもしれないんで、それもあるかもしれないまあ弁護士さんは紛争法務って言って、も切った、張った、もう引くに引けないところ、行った時にに頼むのが弁護士さんなんですよ。そこでもう、へりくつっぽいことまで言って、どうにか勝とうということですよもわれわれ、司法書士はもう、そうならないように権利を守っていく予防法務、平和産業ですよね。 だ、うん、から、まあ、そういったなんかこう、なんだ求められてる、うん、あの能力が違うのと、うん、その素養というか、ね、はい、あの向き不向きも多分違って、逆のことをの資格を取っちゃうと、悲劇でしょうね,うね司法試験に行かなきゃいけない人が司法書士に行っちゃう、うん、司法書士の方が君、合ってるよっていう人が、ね、弁護士さんになろうという試験をしてしまうっていうのも、あのこんなはずじゃなかったってことになっちゃうのかもしれないので、そうですね、試験の適性もそうだし、うん、受かったともそうですよね。 司法試験、なんかああの受かりましたと、勉強できるから受かりましたって言ってみたら、うん、なんかこう、戦争産業じゃないですけど、うん、訴訟ばっかりでだんだん気分が。そう、もうなんか病んじゃってなんて言って、うんうん、こんなはずじゃなかったなんていう,、ね、いう方もいらっしゃいますしね。小々は逆に 仕事現場って結構、明るい現場も多いですよね、決済とかでおめでざい、仕事して、私、この間弁護士さんに言われたのは、消費者さんっていいですよね、仕事して、ありがとうございましたってみんなに言われるんですねって、それ、普通だと思ってたんですね、飼い主さん、売り主さん、銀行さん、のお付き合いにある依頼人に、先生、ありがとうございましたって言われるの、普通だと思ってたら、もう弁護士さんなんかそうじゃないみたいですね、だから、そんなことは最初から分かってたっていう方も多いんでしょうけど、だからこそ弁護士やるっていう人もいるんだと思うんですけど、 うん、ああ違うんだっていうのは、ちょっとそういう意味でもあのおいい仕事だなというふうには本当に思いましたね、これから勉強を始める方が注意する点ってありますかね、まあ、予備校の講義って来た方がいたほうが予備校はね、まあ、毎年い,いらっしゃいますよね、一定数、独学でっていう。ただしそのの独学の方 があのやっぱり珍しいから脚光があの集まるんですけど、うん、その方たちの,そのやっぱり歩んできた道のりって相当あのかなり。 大変なな思いいをしてて合格されているようなイメージが、はい、あの独学で受かりましたでも、うん、10年やってましたみたいな方が多いような気がするの、まあもちろん中にはもうめちゃくちゃ頭がよくてそれこそ1回読んだら覚えちゃいますからみたいな人で、うん、短期で独学で受かったという方もいらっしゃるんでしょうけどうんやっぱりなんてでしょうねあの合格するまでに10年かかりましたって言ってドヤ顔で言っても誰も褒めてくれないと思うんですよね。うんあのー まあ予備校ってお金かかりますけど、その分、1年でも早く受かれば、全然そう、取り返せますよ、うん、それこそ、まあ、先ほど言ったみたいに改正がね、えー、このあと、えー、目白押しでこうあの黄金の3年間を待ってるみたいなことが分かってるんであれば、なおさら、なおさら、うんあのー、早く実務に行ってほしいなうの。 予備校に来たからといって勉強しなくて受かるわけじゃなくてちゃんと独学のように自分で覚えることは覚えて問題解くことは問題解いて結局家で実習する時間が一番大事ではあるんですけれどもただ予備校っていうのは登山で例えるとこう 案内人がついてる感じですよねこっちですよと、あそこね足踏み外しちゃだめですよと、ここでじゃあこれを手に持ってくださいとかで、それを分からない山に1人で登る、それができる方もいるし、やっぱ多くの方は道に迷ってしまったりとか、どこで装備をつけていいか分かんないとか、どこで注意すればいいか分かんない、だそういうのが分かる方で、まあ、一生懸命やる方で独学で受かる方いますけど、やっぱり予備校に来るっていうのは、そういう安心さはありますよね。 道に迷わなくて済むっていう私たちはもう本当によく言うのは合格までの線路を引きます線路を引きますただ、その線路から引いて差し上げたところで予備校を利用しても勝手に脱線する人が一定数出てくるよ <laughs>、ねうん、だけどもとにかく脱線せずにもうあの、えー、その引いた線路の上をとにかく。 息切れししないいで走ってきてきほ、うんうん、ただ、私たちがその燃料を投下することはできない、モチベーションだとか、動機づけは自分でやってくれと、うん、だけれどもその、とにかく合格までの一直線、最短のルートを引いてあげると、はいうんで、そこから脱線するか、それとも脱線せずに、ね、あの走り切るかはもう皆さんに任せるっていうようなことはね、うん、言ってますけどね。うん もうそこのところはだから素、ね、素直にね、ててもうん、本当に、本当にもう一言で言うと、なんか、もう別に私たちが僕は私生活にか介入しようとしてるわけじゃない,ないので、皆さん、うん、ので合格するためだけにおいては、もうとことん利用してもらって、ね、うん、レック、せっかく高いお金払って、ね、利用していただく以上は、そこをねあの、もう割り切って、じゃあもう、お金払った分だけ、絶対元取るぞっていうね、気持ちでいてほしいなというふうに思いますねレック以外の予備校でもそうですけど、うん やっぱり受かる方って素直だって言いましたが逆に受からない方っていうのは例えばあのこれを覚えてくださいって言ったら先生、こっちも気になりますっていう,ふうにやらなくていいって言ったところを見ちゃうとかその時間ないわけですよねあとは先生、こういう事例作ってきたんですけどみたいに事例を作ってきてっていててき方い、うん、先生、これ双子だったらどうなりますかっていや、双子じゃないよねとかね <laughs> 不動産東京で、ね、相続のところとか、ね、先生、これ双子だったら。これ 息子の方が先に死んだらどうなりますかいや,いや,いやとりあえず教科書の事例通りあり、うん、学ぼうよみたいな学者になったり、<laughs> 例えば司法、まあ、試験なんかの論文だとそれは役立つかもしれませんけど、司法書士って択一問題で、知識が聞かれるで、その知識って根拠ある判例しか出ないわけですよね、だからそれがない事例って絶対出ないので、自分で作っちゃいけないですよね。 でもあの1回で受かるような方たちないうのは,それは知的更っていう意味ではいいのかなって思う時もあるんですけど、うん、ただ、絶対出ないじゃないですか根拠ないからで1回で受かる方ってやっぱり割り切ってこれ覚えるつったから覚えるこれよくわかんないけど覚えるつったから覚えるみたいな感じでちゃんとそういうのが割り切りができる。で 本当の勉強って受かってからやればいいじゃないですか。うん、まあね、あの本当に勉強っていうのはもう知的好奇心を満たすために。自分の知りたいことをどんどん追求していくのが、まあ本来の勉強だと思うんですけど。はいうん、司法書士試験に短期で受かるためには、それはあの決して、あの、あの有益にはならないな。っていうのはね、うん、思いますね。だから、あの、本当に、森山先生がさっきおっしゃったみたいに、えー。受かってからね、あの、本当にいくらでもね。はい、そう、例えば、受かってから、あの、私の同期でも、えー 法科大学院の,、ね、あの講師になったりだとか、うんあうん、大学の,、ね、あの専任講師になったりとかって、司法書士の資格持っていて、うん、特別の、なんかこう、えーきまあ、特別あの、えー、外から雇われる、なんかね、うん、客員教授みたいな感じのね、そういったところで、思いっきり法律を教えてる人もいますし、うんね、そういう道ももちろんあるわけですから、まあ、受かるまではとりあえず、ね、はいはい、受かるための勉強しようよっていう、ね、そこにおい,い,いては、私たちを利用してほしいなというふうにね。 はい、で社会人の方って、やっぱり1日2時間、3時間しか取れない方が多いと思うんですけども、そういう方って、どうやって勉強すればいいですか、時間ない中でやっぱり大切なとこだけやるとか。んあの1週間でなん 例えば24時間以上最低24時間以上勉強しましょう始めようと思う方によく言うのが、はい、でだから1日あたりで毎日ならし平均何時間ではなくて、うん、もう別にいいんですよあのため弁だろうが何,だろう何言われようが、うん、とにかくあの土日休みだったら土日のところで多く平日はもう、ね、あの疲れて帰ってきて寝るだけだったらもうその日は勉強しできなかったとしても次の日じゃあその分やろうっていう、はい、そういう,なんかこう割り切りはあってもいいよっていう話はしています。 そうですね。うんうん、あとは長丁場ですからやっぱり無理しすぎないことは大事ですよねそうそうそう。睡眠時間削ったりとかね、だからそう無理なことやると続かないんで。うんうんはい、無駄な時間はなくしてほしいですけどね。まあそうですね。うん、YouTube 見てるとかね。そう,そうそうそう。<laughs> だ本当に受かる方って、まあ、散歩の時にまに、あ、電車の中で勉強したり、お昼休みは勉強したりとか、本当に切り詰めてやってますけど、やっぱり睡眠はちゃんととってたりとか、ある程度楽しんだりはしてますね、うん、そうあとあの、ご家庭がある、ね、受験生の方も多いんでね、はい、どうしても家族サービスの時間とかもあるでしょうから、まあ、あのそういったところとの兼ね合いで、まあ、ただ、周囲の協力は絶対必要だと思うんで、だからご家族にはちゃんと説明をして、協力してもらうってことは必要ですよね。 最大限使えるサポートは全部使ってそういうその周りを巻き込んで、えー、自分の,あの合格までのところ、うん、まあ多少のちょっと、ねえー、周りに迷惑をかけるかもしれませんけどとにかく自分の夢の、えー、ため、はい、実現のために使えるものを使ってその、ねえー、一つとしてやっぱり司法女子に短期で受かるんだったら予備校を利用したほうがいいんじゃないかなというふうには個人的には思います。 あの時間き来ましたので、まあ、我々こんな感じでやってみますので、ぜひ使用書士目指そうと思ったら、まあ、レックの方も検討していただければと思いますで、私の方は渋谷で、で運野先生の方がこの新宿エルタワーの方でそれぞれ15ヶ月講座、秋からあるいは春から始まっていきますから、ぜひパンフレット等でご検討いただければと思いますね。ねあとは全国でで通信で受講 するという方も通信講座も我々二人やっておりますからぜひご検討いただけると思います私の方が通常のコースで運の先生の方がプラス ススタンダードプラですねちょっとあのコースが違いますので、もしあのお手元にパンフレット等なければ、資料請求していただいたり、レクのコールセンターにお問い合わせいただければ、すぐに資料、お送りさせていただけますので,で、使用書士、本当にもっともっと多くの人に知ってもらって、多くの人にあのえ興味持ってもらいたいなと思ってますので、そのために、これからもあのレクとしては、目指そうと思う方を最大限支えていきます。 しね、はい。ね、こういったあの、えー、ガイナス等も、えー、定期的にやっておりますので、ぜひあの近くのレックの本校で実施があれば来ていただきたいですね。はい、YouTube であの再生とかもできるようになりますので、まあそこをご覧になっていただければと思います。で、あの今日おあのー、これ YouTube 上で動画を見ていただいているあもしくはあのリアルタイムで、えー、生配信見ていただいている方もいると思うんですが、これ後から録画であの見ていただいている方もいらっしゃると思うんです。 ですけど今日ちょっと1点、ご質問があったみたいですよねこのあ後また会場にいる方も質問があれば是非色々質問、ぜひ、うんはいろいろ質疑応答を答えていきたいと思いますが、ちょっと事前に1つ、もう、えー、と紙で質問いただいてますね、はいで、私は英語ができます、司法書士の仕事をする上で、英語の利用価値、有用性があったら教えてくださいということですが、どうでしょうか。 あのー、障害業務っていう業務がありまして、うんでまあ、これ、結局、不動産登記、商業登記の,の業務の一環,なん一環というか、まあ、その大きな意味では、登記業務の中に含まれるんですけど、うん、あの在日外国人の方の,、ね、あの法律相談ですとか、在日外国人の方の不動産取得に関わる業務ですとか、あとは外国会社の登記ですとかね、うんはい、でこの間、ツイッター社がようやく商業登記したらしいですけどね、日本における外国会社は、うん、あの商業登記をしなきゃいけない。 なかなか,なかなかそこのところ、ちゃんとメス入れてなかったのを、今回、ねあのー、ほとんどの外国会社がアップルをはじめ、登記したなんていうニュース流れてましたけど、うん、そういうその外国会社の登記ですとか、あの英語をあの話せる方においては、すごくあのそ,の点その業務に関しては需要があると思います。ありますね、うんあの、スペイン語で、あの本当にこういろそういう方の相続をやったりだとか、韓国の方もいいので、ブラジル人が。 あの群馬の方多いんですけど、そういうところの信頼を一手に集めて、の私の,あの教え子がやったり,ったりしてますね、あとは、あれですね、韓国の方で、やっぱり韓国の方の相続をやったりだとか、<うん S 2> 新大久保のあたりのその専門の司法書事務所、すっごい大きいろありますからね、そうなんですよねうもうすっごいですよ、それだけでも、すべてもうあの仕事が回ってる、もう全国から紹介で来るとか、本当に司法書士プラスなんとかって、全部つながりますよね。 そうなんだから今までの経験が全部生きてくるっていう、もちろん若くして司法女子になるのも素敵なんですけど、うん、そのいろんな経験されて、ね、最後、法女子された方、うん、その今までの知識は多分全部つながってそうですね、うん、本当につながらないだろうと思ったことも全部つながってくるので、あの受講生見てると。 ね、あの私なんかも、私は東洋史学科卒業なんですけど、中国の近現代史とかって勉強してたんですが、うん、今になって、法書士になって、そこと中華街のところからの仕事が来るとかっていうのでつながってたりしますから、あ中国語だけですよね、中国語だけですけど、<laughs> あのなので、そういうふうに、ああ、こういうふうな形で司法書士とつながってくるんだっていうのはね、本当に思います。うん、はい えと他に何か質問があればお答えしますけど大丈夫ですか もしあのこの後も、ね、あのも生で聞いてくださっている方にはちょっとお時間、まだありますので、はい、え終わった後またご質問を受けようかと思います、はい、じゃ一旦ここで締めましょうかそれではじゃああの今日は試験に受かりやすい人資格の将来性など、まあ、あのできる限りお話しさせていただいたと思ってはいるんですが、はい、あのぜひ、ね、興味を持って司法書士に参入してきていただきたいなと思います。<laughs> それでではは今回のお話は以上で 終了させていただきたいと思いますはい、はいえー、ご清聴どうもありがとうございました、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました